これは E&A ジーペンのソウルコンサートに国内ファンよりも中国人ファンが多かったことを見た韓国ネチズンの反応だ。 E&A ジーペンは7月29日韓国初コンサートを開催し、タイトル曲ドランクダゼットで白い衣装を着たメンバーがステージに登場した。ステージ終了後、 E&A ジーペンのメンバーは約1年ぶりの単独公演ですと語った。ファスプレーンオールドデータ OME を皮切りに、ドームやスタジアムでマシンの人たちと出会うことが増えました。旧都市でご一緒させていただきます。これも皆様のおかげです。今回のソウル公演は ENHYPEN がデビュー後初めてファスプレーンオールドデータ OME で単独公演を行ったものです。第2回公演のチケットは一般予約開始直後に完売する可能性を見せつけた。特に ENHYPEN は臨場感あふれるステージなどクオリティの高いステージを届けて注目を集めた。ステージは270度突き出し、価値分が詰まるチビューにより高品質のパフォーマンスを実現し、予測パフォーマンスがパフォーマンスの利点を最大限に高めます。今回の ENA 中編コンサートでは多くのファンが来場し、韓国ネットユーザーの注目を集め、韓国のネチズンは中国からのファンで埋め尽くされた ENA 中編のコンサートを見るのが気に入らないようです。そのためザクーサイトは韓国人よりも多くの中国人ファンへのコメントに忙しいことになります。私のアイドルには中国人が多いので、個人的なコメントはやめてください。そうそう、最近国内のコンサートの雰囲気が良くないんです。コンサートだから騒がしいのに、これはまずい。今では外出するとどこでも北京語が聞こえても不思議ではありません。中国人が系アイドルを歓迎しているのを見たことがないと思います。ライバルアイドルだけど中国人ファンのマナーは本当に悪い。プレイリストもどんどん悪くなっていく。 ENHYPEN には中国人ファンが多いなどのコメントがあった。